るチャンネル。戦うの？まさか。嘘でしょ？うわあ！これどうすんの？張り付いてる！あ、飛び降りる。あ、なるほど。これどうしたらいいの？これやばい食われる。こうか。全然当たってる気がしない。これでいいの？当たんない。距離ありすぎる。当たってもダメージ入ってない。痛い。あ、待って、なんかある。あっちだ、多分あっちだ。痛い。絶対あっちだ。あの、なんか体にあるあれだ、火球みたいな。体に降りよう。オッケー。あ、正気ダメージ食らうのか。正気ダメージ食らうからゆっくり。これだ、絶対これだ。よし、いいよ。うお、このまま行こう。このまま行きたい。おっと、これどうする？これ死んだ？待って、助けて、ゼルダー！ゼルダー！どうするのこれ？ゼルダー！助けて！あ、危ない。あ、よかったー。怖かったー。いいよ、持ち上げて。いいよ、いい位置、降りよう。何箇所かあるね。避けつつ、ダイビングで横移動して、やばいね、これ。黒竜が進んでってるから、なかなか追いつけないね。飛び降りる位置も結構大事かもしんない。さあ、後ろのコアから狙っていこう。これさ、弓で狙うっていうのはどうなの？ああ、あんまりだな。そもそもね、近づけないね。よいしょー！よいしょー！うわー！いいよ！で、黒竜動くから、こっちを狙おう。ぐーっと動くね。すごい動くね。うわ、めっちゃ動くな。ちょっと、かなり動くね。このまま行きそうだな。いった。やばい。これ、ロケットかなんか欲しいな。やばい。あそこだ。うわあ、おらあ、おらあ、いいよ。しれっと回復しました。が、待って、ぐるぐる。これ一回さ、頼む。ゼルダ、頼む。ゼルダ、来たー。ゼルダー。来た。あ、割れた。あと、あそこ？あれでっか。追いつこう。うわぁ。いける。おらぁ、やぁ、待って。2回もミスった。あと1回、どこだ？ゼルダー、頼む。ゼルダ、あ、危ねなんかバグった。頼む、本当に頼む。
あぶねえ、なんか、確定演出入った。あ、頭だ、頭だ、頭だ。いい位置まで行こう。いいよ。これ、乗るのが大変そう。もうガノンが結構動いちゃってる。合わせよう。合わせるぞ。うわー、避けろ、リンク避けろ。今がチャンスか。うわー、あらー、来い来い、来たー、やったか、いっけが、ああ、奇跡の力もなくなった。メインチャレンジ、ガノンドルフ討伐、コンプリート！うわー、すげー。まさかラウルか？ラウル、ソニア、まさか！あ！戻したのか？
ああ、まあ、そうだよね。これで、ラウルもソニアもようやく、本当に最後の力を、リンクの手に、夢？どういうこと？夢？どうする？どうなんの？え？まさか！いたー！ゼルダー！ゼルダー！追いつけ！ゼルダー！光ってる！ゼルダー！そう、一応いろんな角度見たい。かっけえ曲！落ちてる？落ちてなくない？ゼルダー！ゼルダー。あ、もうこれ、あれか？あ、違う、飛び込んだ後だ。喜んでるマスターソードが。そうだよね。ただいま、リンク。ゼルダを探して、コンプリート。
ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。いやー、とうとう終わったなー。いやー、終わったー。多分ね、エンドロールそこまで長くはないと思うんですけど、その間にちょっと感想とか、クリアを終えてみたいところで、はい、ちょっと喋らせていただきます。後取りの、なんかなんだろう、振り返り動画みたいのは上げない想定です。いやー、でも今回の話、まさか、ね、ブレワイのあの後の続きだとはまず思ってなくて、あ、そこから始まるんだっていうところと、何よりも、感動したのが、マップの広さ。地下と、それから空島と、本当に単純な話で言うと本当に過去作の3倍、ブレワイの3倍のサイズで、で、ブレワイの頃ってさ、ゼルダのことを助けるの忘れてる瞬間って結構あったと思うんだよね。で、今回も本当に、なんだろう、ゼルダのことを忘れるぐらい夢中で探索できたし、何よりも新しい能力、それから、ゾナウギア。新しいギア、ゾナウギアっていうところで、探索もすごくスムーズになったし、なんだろう、過去作を遊んでる人向け、本当に、遊んでる人は、なんだろう、もっとこう、過去遊んだ形じゃなくて、新しい形で、世界を旅することができて、新しく遊んだ人も、ハードルがそこまで高くなくて、ゾナウギアを駆使することによって、スムーズにこう、探索ができるみたいな、そういうシステム、すごく、なんだろう、遊びやすかったなっていう印象でした。で、加えて、やっぱストーリーだよね。なんか、ゼルダは、一番初め、ガノンと出会った後、過去に行って、過去で、いろんなことがあって、それを、リンクが各地を巡りながらなぞる。このストーリーがめちゃくちゃ良かった、本当に。もちろんね、話自体は本当にそこまでボリュームはなかったと思うんだけど、でも各地、本当にゼルダの痕跡とか、あとはブレワイの後の話、ブレワイの後どうなったのかみたいなところを辿りながら行くっていうのは、なんだろう、ね、冒険、本当に自分がリンクとなって冒険しているような感じがあって、で、各所でこういろんな話も聞けて、それが良かったなってすごく思う、本当に。特に、ブレワイと繋がっているところ、例えば、効果様の話とか、各村が、ブルワイの後どうなったのか。それから、各、四賢者。例えば、ルージュだったら、成長してるし、使徒は使徒で、ゾーラの里の話っていうのが、前の、そうだね、親父の、王様が今どういう状態でみたいな話もあって、ユンボーだったら、ユンボーなりの、新しい、ユン組っていうのを作ってたりとか。チューリーに関してはあんまり覚えてなかったけど、そうだよね。息子の話だもんね、チューリーの場合は。新しくチューリーっていうのが台頭してきてみたいな話だとか。いやー、なんかね、全体的に本当にね、良かったな、話が。っていうのもやっぱり、まあ、多分各所で言ってたと思うんだけど、やっぱりその、ゼルダが過去に戻って、なんだろう、過去に戻ってマスターソードを、マスターソードがガノンに届きうる唯一の武器として、なんとかして直せないかっていう、こう、なんだろう、本当に意志というか、話の軸がすごく通った、ね、ところだったからっていうのもあるし、やっぱりゼルダの意志みたいなのが、本当に話のこの、なんだろう、ティアキンの話全体をこう、グッとこう締めるような軸となる、なんだろう、ストーリーというか、話になって、そのために流化して、で、なんとかしてゼルダに剣を届けたい。本当に剣を届ける物語だったかなっていう話。パート1の時に、リンクの剣が砕けて、その剣が傷をつけて、
そっからなんとかなんとか届けたいっていう、こう、ゼルダの意志を、ずっと見てきて、ようやく届いた届いたっていうような、そういうクリアだったかなって、本当に気持ちがいいクリアだったなって、本当に思いますね。うん。いやさあ、結構ね、どれぐらいで終わるんだろうとか思いながら喋ってきたんだけど、多分大体のところは今喋り終わったなっていう。これ多分ね、もうちょっとまだまだ結構ねあるね。まだ喋ろう。加えて今作ゾナギアの話もしたと思うんだけど、今回前作ってさ、能力としては、まあ、ボムが2つかな、タイマーボムと、あとなんだっけ、あ、マグネキャッチか、マグネキャッチと、あと何があったか、あんまりね、過去作、なんだっけ、もう、何年も前だからね、覚えてないんだけど、あとなんか、止めるやつあったよね。なんか止めて、叩いて、みたいなやつあったよね。戻れこの、ちょっと、劣化版みたいな。過去作はそういう能力だったんだけど、今作は、やっぱりね、トーレルーフと、戻れこ。それから、ブループリント。ブループリントも入るか。あとは、あれだね。うん。スクラビルドか。やっぱり今作ってなんかスクラビルドの本当に紹介映像を見たときに、なんかやっぱりマイクラチックとかさ、まあ、なんだろう。こう、装備を作るみたいなのって結構流行ってるじゃないですか。うん。だから、なんかそれをやっぱ、なんか入れたのかなみたいな。ちょっとこう、安易に考えちゃったんですけど、全くそういうことはなくて、なんだろう、本当に過去作を遊んでる人からしたらさ、やっぱ、これまでも倒したことがある敵とか、うん。特に、雑魚敵とかはまあ変わってなかったし、それを改めて倒す意味ができたみたいなところが大きかったかなと思います。倒して、それを、スクラビルドして、また強い武器を作って、戦うみたいなところ。それがね、やっぱシステムとしてめちゃくちゃ面白いね。本当に強い敵に挑む価値があるなって本当に思わさせてくれる。まあ、結局ね、使わないってのはあって、最後にやっぱ、個数が2個とかしかないのって、やっぱもったいなくて使えなかったんだけど、でもやっぱ倒したから、それがちゃんとね、証しで手元にあって、で、強い武器を作れるっていうシステムはすごくいいなって思いました。加えて、やっぱ戻れ子だよね。戻れ子のおかげで、なんだろう、ね。ほんと自由度がすごい増したというか。もちろん、ブループリント、スクラビルド、あとゾナウギア。ゾナウギアで、まあ、移動とか、なんだろう、武器とか、まあ、敵の倒し方とか、本当に何でもできるなって感じたんだけど、やっぱり、戻れ子の力がすごいなって思った。なんかこれまでって結構さ、落下していったアイテムとかは拾えなかったりとか、なんかいろいろあったけど、元レコを使うことによって、本当になんだろう、考え方次第でさ、なんだろう、板を交互に組み合わせて、こうどんどん上に登っていったりとか、なんでも本当にできるなって、飛んでるものを止めて、また上に上げてとか、で、なんかその、全体的にさ、物理演算的なシステムというか、移動にも関するけど、そのあたりが本当に素晴らしいなって思うよね。やっぱり YouTube 見てると、YouTube ショートで本当にこういうスクラビルド作りました。こういう、武器作りましたとか、こういうゾナギアでこういうの作りましたみたいな結構見るけど、本当に自由度が高くて、見てて、自分でもやりたいなって思うし、逆に人のどういう発想してやってんだろうみたいな。単純にこれってさ、一人プレイのゲームなんだけど、他の人がどうやってプレイするのかっていうのもすごく楽しめた。面白みがあった。そういうところがいいなって思いました、本当に。はい。というところで、これはそろそろ終わりそうですね。はい。多分、パートで言うと80パート。かなり
長いパートになりましたけれども、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ハグでした。ザ・エンドということで。そうか。おお、うん、こんな広大な土地を丸ごと空に浮かべるなんて、改めてゾナウ文明の力を実感するわ。あなた方をここに連れてくることができてよかった。ここからハイラルのすべてを見てもらいたかったのです。僕こんな高いとこ初めて来る。ああ素晴らしい景色だ。ゼルダはずっとこの空にいたのだな。ええ、覚えてはいないのですが、もう一度ここに立てるとは思っていませんでした。これは推論にすぎませんが、ラウルの光とソニアの時の力、二人がリンクに力を貸して奇跡を起こしたのかもしれません。はい。あー、時が来たようです。ミネル様。はるか昔、私たちが先の時代に委ねてしまった災いはあなた方が払ってくれました。これで私もラウルたちのもとへ行くことができます。何？集いし、我らこの町もゼルダ姫さえを助け、いやゼルダ姫を支え、アイダルの安寧を誓おう。ラウルとソニアにも伝えましょう。あなたの思いもあの二人のもとに。行っちゃったわ。ああ、これも。ラウル様、ソニア様、ミネル様。
そして古代の賢者たち、あの方たちが願ったのは束の間ではなく永遠に続くハイラルの安寧。私はその思いに応えたい。これからもずっと。みんな力を貸してください、私に。いやあ。いや、後日談もめちゃくちゃ良かった。いやあ、良かった。いやあ、良かった。星がついてます。はい。ということで、前段です。Tears of the Kingdom パート80になりましたけれども、再度の挨拶になって、申し訳ないですけれども、本当にここまで見てくださりありがとうございました。多分ね、冒頭ちゃんと、見てくださってる人だったら知ってるかもしれないんですけれども、初めの空島、はじめの4つの祠を巡るところまで動画化しようと思っていて、そのとこは、その後はね、実況しないでおこうと。まあ長くなるし、と思ってたんだけど、やっぱマリオメーカーをね、軸としてる、このアグのチャンネルにとっては、やっぱりゼルダの伝説、あんまりね、需要がないのかなとか、うん、見てくれる人そこまでいないだろうなって思ってたんだけど、思った以上の人が、本当に見てくれて、うん、時には動画によっては本当に跳ねたりとかして、本当にたくさんの人が見てくれた、実況になったかなと思います。で、ここまでの長編を実況するの本当に初めてだったから、なんだろう、まあよくあるのが、途中でやめちゃったとか、完走できなかったみたいなって結構よくある話かなと思っていて、もちろんね、アグの動画にも何本か完走してない動画あると思うんだけど、本当にちゃんとね、ここまで実況して、来れて、で、完走できたっていうのは、本当に、これね、嘘じゃなくて、本当に見てくださってる人が、ね、いるから、本当に見てくださって、本当にそれが、アグの原動力になったっていうのがあります、本当に。はい。本当に、何回本当にっていうのかわかんないけど、本当に、心から感謝してます。で、今後もね、まあ、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、まあ、ちょっとね、DLC が出るかわかんないけど、まあ、他のね、実況みたいなところもね、上げていければなと思ってます。結構ね、このティアキンを経て、まあ、長編の実況、ちょっとやっぱり、なんだろう、本当に見てくださってる人と一緒に完走できたなっていうのが、普段一人でゲームで、こうなんだろう、クリアするってよりもやっぱり、喜びとしては強いし、自分でもなんだろう、充実感というか、うん、やってよかったなって思えた作品ですし、実況もやってよかったなって思えたし、この後アップする他のシリーズものでも、また、同じように見ていただければなと思います。はい。ということで、また他の実況でお会いできることを楽しみにしてます。お疲れ様でした。